はい、中谷翔でございます。3月21日日曜日、阪神競馬場の後輩地等を発表していきたいと思います。まずは騎手からです。
はい、以上でございます。はい、それではチェック表に移っていきたいと思います。まずは阪神の2レースからです。上から順に2番、厩舎が1レースとのゼッケン2番での花丸でした。3番、厩舎が10レースとのベスト3での花丸です。4番、厩舎が11レースとのベスト3での花丸です。5番、厩舎が3枠での7レースとの花丸です。6番、騎手が1レースとのベスト1での配置でした。別で3レースとのベスト3での被りがあります。7番、騎手が1レースとのベスト3での被りでした。8番、厩舎が8レースとのベスト3での花丸です。9番、厩舎が6レースとのベスト3での被りです。11番、厩舎が循環22番目で11レースとの花丸です。14番、騎手が1レースとのベスト1での被りでした。前日オッズ等による中穴穴系の候補を挙げておきたいと思います。5番、6番、11番、7番、以上4つ挙げておきます。はい、続いて3レースです。上から順にまず2番、厩舎が3レース5レース6レース11レースとゼッケン2番、なおかつ枠2番での花丸となっています。3番、厩舎が4レースとの13番目での花丸です。5番、騎手が2レースとのベスト3での被りでした。6番、厩舎が9レースとの循環26番目での花丸です。7番、厩舎が3レース11レース12レースと循環24番目での花丸です。10番、厩舎がゼッケン10番での10レースとの花丸です。4番、2番を候補として挙げておきます。以上です。はい、続いて5レースです。まず2番、3レース5レース6レース11レースと4つ連続してゼッケン2番かつ2枠での花丸となっております。6番、騎手が6レースとのベスト4での被りがあります。8番、騎手が6レースとのベスト3での被りです。9番、厩舎が8レースとのゼッケン9番での花丸です。10番、厩舎が4レースとのベスト4での被りでした。2番、4番、こちらを候補に挙げておきます。はい、続いて9レースです。まず3番、厩舎が中京との多乗被りがございます。8番、騎手が8レースとのベスト3での被りでした。9番、厩舎が中京との多乗被りがございます。10番、厩舎が6レースとのベスト3での花丸でした。11番、騎手が8レースとのベスト3での被りでした。12番、
9社が7レースとのベスト4での被りでした。13番、9社が3レースとの循環26番目での花丸でした。こちらに関しては、候補を10番、5番、4番、そして、13番ですね。以上4つを挙げておきます。はい。続いて、阪神の10レースです。4番、騎手が11レースとのゼッケン4番での被りがあります。6番、9社が11レースとのベスト3での被りです。6番、騎手が11レースとのベスト4での被りです。9番、騎手が11レースとのベスト3での被りです。10番、9社が3レースとのゼッケン10番での花丸でした。12番、9社が1レースとのベスト1での花丸でした。13番、9社が12レースとの7枠での花丸です。14番、9社が2レースとのベスト3での花丸でした。16番、9社が中京との多乗かぶりがございます。では、このレースでの候補に関してですが、1点仕掛けがありまして、そこから考えると、まず4番ですね。続いて、1番。1と4。こちらを候補として挙げておきます。はい。続いて、阪神のメイン、11レースですね。まず、上から順に。1番、9社が、中京との多乗かぶりがございます。2番、再三登場していますが、3、5、6、11レースと連続して、枠とゼッケンでの花丸という状態になっています。3番、9社が3レース、11レース、12レースと、循環24番目での花丸の最中です。3番、騎手が10レースとのベスト4での被りでした。別で12レースとのベスト1での被りがあります。4番、騎手が10レースとのゼッケン4番での被りでした。別で12レースとのベスト4での被りがございます。5番、9社が2レースとの循環22番目での花丸でした。騎手が10レースとのベスト3での被り、別で12レースとのベスト3での被りもございます。続いて11番、9社が10レースとのベスト3での被りでした。13番、9社が2レースとのベスト3での花丸でした。その他、冠名について触れておきます。10番のスマイルですね。こちらが、ベスト1での被りにおいて、土曜日の中山、9レース。こちらと、被ってございます。ただし、土曜日の中山9レースのスマイルは、馬券対象になっております。次に、
12番ですね。ダンスという部分でございます。こちらは当日の阪神6レースと1/ベストでの被りがございます。それでは候補を挙げておきます。まず2番ですね。続いて13番、この2点を挙げておきたいと思います。そして、言い漏れてましたが9番はある程度硬い状態になると見ております。よって9番と何番を結びつけるかという選択に当日なると思います。はい、それでは続いて中京のメイン11レースに移っていきたいと思います。まず2番、騎手が10レースとのベストワンでの被りでした。4番、騎手が10レースとのベストワンでの被りでした。5番、騎手が12レースとのベスト2での被りがあります。6番、騎手が10レースとのゼッケン6番での被りがありました。7番、騎手が10レースとのベスト3での被りでした。続いて10番、厩舎が8レースとのベスト3での花丸でした。騎手が10レースとのベスト1での被りでした。続いて13番、厩舎が阪神との多乗被りがございます。そして15番、騎手が12レースとのベスト2での被りがございます。はい、続いて冠名について触れておきます。1番のゴールド、4番の帝王、そして12番、エンド、この3つに関して説明しておきます。まず先にじゃあ12番のエンド、こちらは土曜日の中山7エース裏かぶり、そして土曜日阪神8レース同じく裏かぶり、かぶってる位置は裏の4番目です。つまり、土曜日中山7レース、土曜日阪神8レース、日曜日中京11レースと3連続で裏4番という配置になっております。ただし、土曜阪神8レース、馬券の対象です。続いてゴールドですね。1番のゴールド、こちらは当日の中山10レース1/ベスト2の配置になっており、かぶっております。続いて4番の帝王ですね。こちらは土曜日中京2レース裏かぶり、続いて日曜日
阪神の9レース、こちらも裏かぶり。そしてこの中京11レース3連続で裏12番目でのかぶりという状況になっています。土曜中京2レース馬券の対象になっています。はい、それでは前日時点での見解を挙げておきますと、まずこのレースは仕掛けが盛りだくさんというところで見ております。よって当日の流れによって取捨選択が変わってきますが、現時点では15番14番13番で2番ですね、この4つが候補と見ております。中でも15番は比較的厚いと前日時点では感じております。はい、それでは中山のメイン11レースですね、こちらに移っていきたいと思います。まずは1番、厩舎が5レースとのベスト2での被りでした。騎手が12レースとのベスト1での被りがあります。4番、騎手が10レースとのベスト4での被りでした。5番、厩舎が9レースとの循環35番目での花丸です。8番、厩舎が12レースとのゼッケン8番での花丸です。9番、騎手が10レースとのベスト4でのかぶりでした。別で12レースとのベスト3でのかぶりがございます。続いて15番、厩舎が2レースとのベスト3でのかぶりでした。また12レースとのベスト3のかぶりもございます。では冠名について触れておきたいと思います。ワールド、西野、オンザ、ロード、そして13番は R とバロン、2つ被りがあります。もう一件、11番ですね、パンサー、こちらもあります。では順にご説明します。まず2番のワールドですね、こちらは8レース9レースこの11レース連続して12番、このレースの2番ベスト2での3連続のかぶりとなっております。続いて7番の西野ですね、こちらは当日中山の4レースこことかぶっております。そして8番のオンザですが、こちらは土曜日の阪神10レースですね、なおかつ2回の登場なので花丸という状況です。被ってる位置は
36番目を超えておりますが、38番目で被っております。花丸なので上げております。次に9番ロードですね。こちらは当日の中山の10レース2件分被りがございます。10レースは対象配置、ロードが対象配置となっております。続いて11番のパンサー、前日の土曜日阪神10レース循環の20番目、かつ2回登場なので花丸という状況です。そして13番、先に花丸と申し上げます。 R ですね。中山の9レースゼッケン13番でのかぶりがあります。そして同じく13番のバロン、こちらに関しては土曜日阪神の11レース、これは7枠で、なおかつ2回登場なので花丸という状態で被っております。それでは候補に関してですが、このレースも仕掛けが盛りだくさんと見ておりまして、前日時点では候補が7点ありますので、その7点全部買うことはありませんが、ひとまず挙げておきたいと思います。2番4番5番6番11番12番で14番ですね。少し数が多いので当日絞っていく予定でございます。前日ではまだ視界が良好ではない状況なので、当日の流れで判断できるようになってくると思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。